ルーサー、ハルシー・ギューリックルーサー、ハルシー・ギューリックは、アメリカの行政学者。いわゆる正党派行政学者の第一人者であり、組織管理の手法を、パスで工部として定式化したことでも知られる。改修派協会宣教師の父シドニーと、母クララとの間に、大阪府で生まれる。ギューリック家は宣教師一家で、祖,祖父のピーター・ギューリックは、ハワイ王国で、 初めて布教を行った人物の一人とされる。また、おじで同名のルーサー・ギューリックは YMCA に関わる傍ら体育学者としても活躍、キャンプファイア・ USA を設立した。1914年にオベリン大学を卒業後、1920年にはコロンビア大学にて PhD を取得。1931年から1942年にかけて、 コロンビア大学で教鞭を取るが、この間、1936年から1938年まで、フランクリンデラのローズベルト大統領直属の行政管理に係る委員会で委員となる。その後、1954年から3年間にわたり、ニューヨーク市の市政行政官を務める。こうして、理論、実務の両面から行政に携わる中で、組織管理者にとって、 その運営に必要不可欠な7つの要素について、その頭文字を取ってパス下交部という造語を編み出したほか、政治と行政との分離が、こわだかに叫ばれていた時代にあって、両者は、不可分との論人を張った。また、第二次世界大戦中は、ケインジアンの立場から、経済学者、アルビン・ハンセンと連れ立ち、ケインズ本人に、直談判し、 戦後における国際経済の制度設計に監視助言を行った。1993年1月10日、バーモント州グリーンズボロにて死去。100歳。生涯2度の結婚歴があり、最初の妻ヘレンス・ウィーフトとは1969年に死別した後、キャロル・ W ・モフェットと再婚、二人の子を設けた。ありがとうございます。